い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日の修理はこちら水野さんの公式キャッチャーミットですね。で、今日はちょっとウェブのお話をしますね。こちら、ね、ご覧のように三欠ウェブですが、この春にお預かりして、まあ、ウェブレース変えるのと、ここの、見えるかな？はい。ウェブが裂けちゃいましたので、当て側で対応したんですけど、これウェブごと変えるっていうのがねセオリーですが、ウェブだけで1500円とか2000円とかね、これに合うものを、取り寄せるとかかるので、まあなるべくお安く丈夫に簡単にということで対応させていただきました。まだね大丈夫そうですね。で今日はまあレースを変えるんですけど、どうだ、穴位置ですね。穴位置、これちょっと見てください。うん、割と従来のものはこの端の方に穴がね、ついてるんで、まあこれ避けたり、まあ避けるのは避けられないです。変ですね。避けられないですけどね。まあいずれは破れますけど、これ注意してね見ておいて。カサカサになると破れやすいのでね、注意しておいていただきたいんですが、最近のものはこの穴位置に工夫したミットもありますので、新規に購入される方はその辺もね、よくご覧になるといいかなと思うんですけど、よいしょ、これね Z さんの新しいタイプの今年のミットですね。どうですか穴位置。はい、ちょっとそれぞれ端から穴を離して、でなおかつこの穴の間隔をどうだ、はい、従来と変えてますよね。なるべく避けづらくなるようにというね、工夫だと思います。うん、こういったタイプの新しいミット、ウェブのミットも出てますので、ぜひね、スポーツ店、野球ショップに行ったら見てくださいね。はい、修理はこれいつもやってるところだから、今日は割愛しようかな。これとしまい。それでは皆さん、さようなら。